50年もやってて今書いてありましたね。大体ね、特別賞とか功労賞っていうのはもうね、もうご苦労さんっていうものなので、どうぞもうこれから期待しないでいただいてこれをいただいたからもういいかなっていうふうに思っております。今日はありがとうございました。ありがとうございます。少しお話聞かせてください。いやいや、もうご苦労さんなんてことではございません。これからもぜひご活躍くださいませ。セリフがね、覚えられないのそれでね、余談ですけれども、この後前に撮った是枝作品が出るんですが、それはもう一字一句間違いなく のでもたでもふでも全部ちょっと違うと優しい顔してもう一回ってで言って、もう苦労しましたので、私の願いはやはり石坂浩二さんの後の何でも喋らずに、セリフは覚えなくていい、映らなくていい、そしてなおかつ勉強になる、ね、で毎週行けばリハビリにもなるでしょ。それで年金にそれ足せばもう、でギャラも同じ西坂さんのまんまで継承してと。それでこの間 2,3 日前にプロデューサーから返事が来まして、次の方も決まってますので残念でしたいやいやいや、またテレビでもまた映画でもご活躍、せっかくですから永瀬さんちょっとおいでになっていただいていいですか。はい、いやもう本当にお二人に見とれる映画でした、はい、だってそんな結果出てないんだからだってそんな結果出てないんだからお孫さんも出てらっしゃいましたよ。うん、まあでもそんな感じですよね経費がかからない映画だったのよなのに昨日からまたねアンコール上映っていうの、でも私たちに何にもないのねそうですね、収入はね。そうですね、でも嬉しいことです。はい、永瀬さんはいかがだったですか、現場で。チャーミングでしたね。とても、別れる気持ちも分かるし、前の奥さんとね。ね誰かと再婚しない気持ちも分かるし、でもそれも含めて全部魅力的でした。ただね、ちょっとね、タバコが吸いすぎかなって。これが許せる人ならどうぞ子供の埋める範囲の方でどうぞアプローチしてください。よろしくお願いします。いやいやチャンスじゃあ永瀬さんからはキキさんとの共演いかがだったでしょう。僕はずっと徳江さんだったですね。本当に現場でずっと徳江さんだったので、一回も現場中にキキさんおはようございますっていうご挨拶を全くできず、はい、それがすごいあれだったですけど、できればこの後今後やる作品は全てご一緒したいです。全て鑑定団ですけど私じゃあ今田さんの横で、はい、このお二人の鑑定団ってすごいなと思いますよね、はい、ぜひまたご一緒の映画見させていただけたら幸せです。ありがとうございます、はい、特別大賞キキキリンさんおめでとうございます。永瀬さんもありがとうございました。